こちらがマッケンローが勝ったそうですが、はじめそのタイブレークになりましてね、これが結局15対13で決着がついたそうですよ。ああそうですか、それはまた珍しい激戦ですね、はい、前に出たラスタス上に上げた、今度は戻るマッケンローパッシングどうか、返しました、もう一個アウトです、サイドアウト、お互いにドリブルじゃないかそうですね、今度大きな声で言ってます、ラケットのこの今度はラスターズがボールをこれでやってみろってことですか、はい、そういうことですねあれラスターズが今度は、どうしたんですか、ガールフレンド客席ガールフレンドの隣に行っちゃいました、これがアウトになったんですが、その前のショットがスタンドに座ってます、これがガールフレンド、先ほどは片っぽが奥さんで片っぽガールフレンドって言ってたんですがねようやくマッケンローが戻りました、ファーストサービスネット、ファーストゲームの第、ファーストセットの第9ゲーム、ジミー・コナーズ返した、全てのストレークを全力で打ちますコナーズ、前についてドロップショット高く返した、これも入っている、コナーズ返したロビン、これも入っています、スマッシュクロスに打った、決まりました、長い試合の末8ゲーム9ゲーム長い試合が続いておりますが、マッケンロー9ゲームサービスをキープしました、ファーストセット9ゲームを終えまして 5-4、 コナーズが1ゲームリードしています。